しみつと平野健介の割と本気です。この番組は脚本家渚しぶちとナレーター平野健介がものづくり表現について割と本気に語り合う番組です。はいどうも、はいどうも、割り本でございます。割り本でございます。よろしくお願いいたします。順風男女の平野健介です。よろしくお願いします。はい、渚しぶちでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、12月になりました。12月に入りました。どうですか、12月らしくお忙しくされてますか。はい、今んとこ大丈夫ですね。うん、そして、あ、そうか、でもあれだね、はい、12月の前は忙しかったんだもんね我々。そうですね、うんうん、まあ私仕事的に言うと12月忙しくないよ、ちょっと来年が怖いんで。ああ、そうなんです。ちょっと想像しないようにしてますけど。いやいやいやね、先週じゃないわ、先々週かな、先々週ぐらいですかね、うんうん、はい、我々、順風男女というですね、うん、私が入ってるコントユニットがあるんですけど、はい、約2年半ぶりに、ちゃんと舞台で大きい声を出してこう大暴れするというコントに出させていただきました。ねえ、はい、私も劇場、はい、初日に、はい、見に行かせていただきまして、ありがとうございました、うん、いやー楽しかったね。えやっぱね、うん、楽しいだろうなって思ったよね。結構そこそこお客さんも入ってたしね。そうなんです、お客さん、池袋ポップアップ劇場といってですね、うん、ネクステージさんが、運営されている、はい、オムニバス形式なんですよね、うんうん、劇団4劇団ありまして、4劇団に約20分ずつぐらいで進行していくっていうですね、はい、感じだったり、まあ、ショーレースとかではなく、まあ、ただただ、うんうん、池袋界隈の 2.5 次元好きの演劇好きの人たちに向けて、こういう劇団もあるんだよっていうのをこうなんか提示していくみたいな感じのコンセプトだったらしいんですけれども、結構過去に出た団体とかを俺もなんとなく見たけど、はい、割とね、はいはいはい、今大活躍しているようなところも、ね、そう出てたりするんだね過去にはね。そうなんでございますよ、うん、まあ我々順風男女もまあそこそこ長いのと、あとまあ意外と尺がどうでもどうにでもなるぞということで呼ばれたのかなと思って、まあでもいろいろこういろんなこうことを忘れてますよね。こうなんか劇場入った時に、あ、もっとここ詰めなきゃいけないなとか。そうかそうか、うん、そうそう、本番前の日に何してたっけとか、うん、いろいろ忘れてましたけどね。いやいや楽しくやらせていただきました。でも来年ね、はい、本公演を一応予定してるっていうことだったから、はいはいはい、うん、そういう意味ではまあ肩慣らしって言ったらそっちに失礼なのかもしれないけど、ちょうどね今ぐらいの時期にちょっと思い出せたのは良かったんじゃないですか。そうですね、でこっからあちょっとやばいなといろいろ思うところもあったりもしつつなんですけどね、うんうんうん、いやいや、でそしてその順風男女が21、24で出たんですけれども、うん、はい、全く時を同じくして、そうだね、ちょっと重なってたけど、はい、23から28までが私が、はい、あの脚本を書いたリボンというね、はい、二人芝居の公演が中野でやっておりまして、うん、はい、平野くんも、はい、長谷さんじましてございます。ありがとうございます。ちょっとその日、ちょうど俺が行けなかった日でね、お会いができなかったんですけども。はいはい、いえ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 、うん。いやー、もう19年前ですよね。はい、に書いた。はい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 。で、あの、なんか前、割り本で、ご紹介したときに、うん、なんか割と若手の、うん、俳優さんがこうなんかやるようになればいいなみたいなことなんか2人で話したと思ったんですけど、いざ見に行ってみるともう結構割と売れ売れの劇団の看板さん、うん、そう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 、そう、別にだから、はいはい、若手っていうのはその、うん、何無名のっていう意味じゃなくて、うん、そうそうそう、単純に若いっていう、ね、うん、そういうことですよね、うん、でも、まあ、もう私もうまあ本当に皆さんご存知のっていう感じのあの方たちが、うんうん、まあ、だから言っちゃうとかなり贅沢なね、そうだよね。ね、まあ、全員、皆さん、俺、最初から面識があったわけじゃない人たちだったけど、劇団名はもう、全部聞いたことあるとこだし、あの、実際見たことある劇団もあったし、うん、そうですよね。うん。だからね、結構、そういう意味じゃ、いい役者さんをね、うん、うまいことキャスティングできてたなって。ああ、そうなんですよね、うん。でもね、やっぱりね、改めて、うん、ね、これ、こんな2人ってね、おじさんがこんなあれ、褒め合うのもあれなんですけど、うん、
やっぱね、なぎさんってやっぱすごいんだなっていうことをね、年一ぐらいでちょっと思い出すんですよね、やっぱ。それ以外の時は、うん、ああ、うん、酔っ払いの時間だなと、ね。いやいやいや、まあそうです。まあお互い様なんですけど、でもやっぱりね、すごい良かったんですよね、あのね。私結構面白いものを見たときに、うん、感動じゃなくて面白涙が出るんですよね。おね、まあある意味感動だよね。そうそうそう、感情が動かされてってこと。巧みさとか、なんかこの今この小劇場っていうこうちっちゃいところでこうなんか舞台と一体になってるこの幸福感みたいなのが、うんうんうん、で久しぶりにそれをこう濃密にこう感じて。まあもちろんなんか夢どこっていうとまあなんかねいろいろ年割りみたいな話になってきますけど、うんうんうん、なんかそれをこう小劇場でこう感じる、しかも初めて見に行くそのプロデュースの舞台でそれを感じるっていうことは本当にだから、うんうん、いや稀というかやっぱ大変なことでそれってだやっぱとすごく思ってたんですよね。でそして19年前の作品であって、うん、で多分なぎさんがちょうど今私ぐらいの時に、うん、そうだね、うん、はいはい、29だったかな、うん、まあ、私今32にこの間なったんで、うん、まあまあ、まあ、大体同じぐらいの時に、うん、やっぱりそのなんでしょうね、そのアーティストとそのが社会にとってどういうなんか立ち位置というかその恵まれない芸術家たちに対してのそのなぎさんのそのすごい優しい視点とか、そしてそれが今現在も19年後にも当てはまってしまっているっていうことがまた一個すごくこう輪をかけてすごくいい、なんかこうすごく深く刺さるというか、変わってないんだな現状っていうことがね、すごくこう、で、うん、改めて今回も、はいはいはい、まあ、読み直したわけよ、別にこれはね、はいはいはい、出るわけでもない、うん、演出するわけでもないから別にいいんだけど、うん、一応、はいはいはい、まあね、うん、お貸しするわけだから、はいはいはい、ちょっともう一回一通りざっと読んでみて、はいはいはい、ね、正直ね、やっぱし初めて書いた脚本だから、うん、拙いところも正直多い、うん、荒いなっていうところは結構あるなって思ったけど、うんうん、これ自分で言うのもなんだけど、やっぱね、それ以上にやっぱり思いみたいなのが強くって、確かに確かに、うん、ね、勢いあるなと思って、なんかすごい分かる分かる、当時の俺、はいはいはい、怖いもの知らずもうやりたいからやってんだみたいな、なんかのがあって、だから、はいはい、実を言うとね、はいはい、あれが、2002年に書いた本で、うん、そのだから2002年を一応舞台にしているお話で、実はその最初、うん、再演というかそのリボンをやらせてくださいっていう話になった時に、うん、ちょっとあれを現代バージョン、今のこの、2021年バージョンに書き直してやるのはどうかなみたいな話にも一回なってたの、うん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 、なんだけどやっぱね、感じってね、今で書き直すと、もう なんだろうな、もう総特会ぐらい変えなきゃいけない、いろんなことがあって、確かにね、すごい、それの象徴的なことで演出家に言われたのは、はいはいはい、やっぱさ、携帯を2人とも持ってないのよね。しかも片っぽなんて一流ビジネスマンの役なのに、携帯を持ってないわけ、うんうんうん、で、しかもなんかほら、ポン酢のポンが何なのかっていう話やって、調べました、わからないんですよ、忘れちゃったんですよみたいに言ってるけど、はいはいはい、今ならその場で調べられるの、はいはい、確かに確かに今度調べておきますなんていうこと今はないわけ、絶対。なるほどなるほどなるほど、とかのやり取りが全部なくなるとなると、なるほどなるほどなるほど、相当いろんなことを変えなきゃいけないんだよ。なるほどね。っていうことで、うんうん、やっぱしあれはもう大前提2002年のお話ですにしちゃった方が良くないってことになって、そうだねってことになって、うん、結局そうしたんだよね、だから、うん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 、なんかそこに関してのこう見づらさみたいなのは全然なかったなっていうふうにもう感じますよね、うんうん、なんかその勢いで言うと、うん、なんていうかな、いや逆に良かったなと思うのが、うん、ごめんなさい、完全にネタバレになるんですけど、足立さん、うん、小劇場の、主催の、足立さんという方が、うん、その役名ですね、うん、が、
融資をゲットするじゃないですか、その、うん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 、融資をゲットする理由が、うん、そのやってる小劇場が面白いからじゃないっていうところが、ね、うんうん、ここがすごいなんか リアルでいいなって思うんですよね。つまり、うん、最後の最後まで別に純粋にお芝居への協賛っていうのは実現はしてないんだよね、うん、そうそうそう、だから、うん、そこのリアルがなんか非常にこう気持ちいいというか、そこでいやこの人たちめっちゃ面白いからっていうふうにしちゃうと、うんうん、ちょっとなんか、なるほど、うんうん、なんかこうグッとうってなうっとなっちゃうというか、うんうん、なんか説得力難しくなってくるなっていうところ。そこはでも多分当時からそう思ってたと思うね、うん、そんなうまい話やるわけない、うん、どんななんかいい条件があったって、うん、その超一流、一応ね設定上超一流の投資会社の人に、うん、まあ、全然有名じゃない小劇場の人が来て協賛してくださいって頼んで、どんななんかうまい言い方しようがまあ、うん、OK 出ないし、それ OK 出すような会社多分ダメだから、そうそう、そこは もちろんあの考えてたと思う、うんうんうん、当初から。いや、なんかそこがなんか非常にこうなんていうんですか、ドライというか、うん、ただね、ただそこで言うと、はいはいはい、じゃあ、 あの、うん、俺が書いたね、その当時ね、はいはいはい、その当時の知ってる限りの知識を一応総動員して書いたけど、はいはいはい、やっぱしね、あれもね、あの工場ぐらいでそんないい話にはならないだろうなとは今は思うよ、ね、なるほどなるほど、うん、なるほど、まあ、だそこはさ、はっきり言ってさ、まあまあまあ、うん、本物の投資家とかが見ない限り分かんないじゃん。まあそうですね、うんうんうん、だから別にそこの嘘は別にそんな気にならないかなって思ったんだけど、そうですよね、うん、なんかね、あとはね、これね、ちょっと若干こう物申すわけでは全然ないんですけど、おーおー、こうなんだろうな、こう私がこう涙してしまったっていうことに関して言うと、うん、その何ですかね、これ本当に、うん、言い方非常に難しいんですけど、あのですね、まあ単刀直入に言っちゃいますと、うん、5000円っていう値段っていうか、はいはいはい、ここがですね、あの、うん、なんていうか、これ5000円にせざるを得ないことが分かってるからこそ辛いというか、うん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 、なんか違うんですよね、こう絶対に誰も儲けていない5000円じゃないですか、あのチケット代の5000円って、と思ってしまうんですよね、うん、なんかあのぐらい、あのレベルの役者さんに多分そ、うん、少なくない、まあ、多くないギャランティーを支払って、うん、であの中野のあれぐらいの、ところで、綺麗な劇場で、うん、そこそこちゃんと衣装もその舞台セットもすごく綺麗にしたら絶対に5000円は絶対に行くんっていうことが、うんうん、なんかすごくなんかね、辛かったというか。どういうこと？5000円は、はいはいはい、高いって話じゃなくて、はいはいはい、5000円になっちゃうのはしょうがないよなっていう話、はい、そうなんですよ。だからこれ本当にいろんな人にマジで見てほしいって思って、うんうんうん、こんないいお芝居で、こんないいお芝居台本とこんないい芝居をできる人がちゃんと いてこんなにいい空間なのに、うんうんうん、今の日本でこれを提供しようとすると5000円になっちゃうことが本当に悔しかったんですよね。なんか、いや、うん、よかった、それはじゃあ、うん、ある意味ちょっと褒めてくれてる、ね、そうそうそう、ごめんなさい、なんかね、いや俺、いや、うん、5000円高えよって話かと思って、違う違う違う違います、うんとね、本当にだからこれを、だから本当に若い子とかにいっぱい見てもらいたいのに、だからこれは本当に、あのだからそこがちょっとその作中のその今のこのアーティストの現状とかっていうこととまた重なってきて、あ、なるほど、またそれはそれでいいんですけど、ごめんなさい、本当にあの改めて言うんですけど、5000円あの高すぎるっていうことではなくて、うんうんうん、これをもっと、もっと安価にもっとたくさん国がガッポガッポ助成してこんな素晴らしいものがあるんだから、これをもっと安価に若い世代の人たちにたくさん見てほしいっていう気持ちで、その5000円かと思ってしまったっていうことですね。とにかく今はその一応まだね、コロナ対策のことも考えて、席もめちゃめちゃあの間引いてね、少なくしてるから多分それでね、ある程度取らなきゃってのあったんだけど、でも確かに俺もあの
劇場で5,000円も取るんだとは正直ちょっと思ったけどね。でも確かにそう、あの5,000円は取らないとやっていけないんだろうなっていうのはすごいわかる。でもちなみに言うとね、実はリボン、その19年前初演1500円だった1500円でもそんなに埋まんなかったから、まあだから、まあ、はい、あの関係ないんだろうな値段は。うーん、そうですね、うん、いやでもね、私ね1500円、まあ1500円になることはないとして、うん、まあ、1500円だったら今回のやつ多分全組見たいって本当に思う。ああ、そうかそうか、うん、何度もね見るときはね、確かに確かに、そうそうそう、それぐらい本当に良かった。あと本当に あれ平野くんが見たのは誰組だったの？あのエクスクエストの方と、はいはい、うん、あとちょっとごめんなさい、名前がちょっとパッと出て、ギョロメの大賀さんかな、僕ら談義の方か、大賀さんか、もあるいはポップンマッシュルームチキンやろう。違います違います、じゃあ多分大賀さん、じゃあそうだね、うん、の回でしたね。よかったな本当に。そうかそうか、いやいや嬉しい、見てくれてよかった。マミちゃんもちょうどその平野くんが来てくれた前の日に、うんうん、あのお手伝いをしてくれてたんだよね、はい、その公演の、はい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 、そうそう、それで、あのまあ俺もちょうど知り合いが何か見に来てくれる日だったから、ちょうど見に行ってというか、なんかそのお客様をねちょっとあのご挨拶しようと思って、なんかね、あの俺その日もちょっと遅くなっちゃって、結局最後の第5話にギリギリ間に合ったぐらいだったんだけど、はいはい、に行って、はいはいはい、そうそう、で結局マニちゃんにも会えて、うん、でマニちゃんはね、そのお手伝いしてたからっていうのもあるけど、その日あの待ちそうあって両パターン見たらしくて、だからそう2パターン見たらしくて、はい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 、いやだからそれぐらい全然見てられるんだよな。まあ嬉しい、いや本当にそれぐらい役者さんも本当匠ですし、うんうん、台本も素晴らしいので、いやーこれ続けてほしいな。いやだからね、あれ前回も言ったっけかな、一応その山下奈美子プロデュースとしては、うん、今後年に1回ぐらい、うん、もっとまた別の役者でこのリボンをやるっていう一応企画なのよ。そういうのを考えてて、だってあの、うん、舞台上にあったソファーセットとか買ったって言ってたから、うんうん本気だ。今後もやるつもりだから買ったっていう。結構立派なソファーでしたよね、あれね。いや、そうだと思う。もう顔張りのね。うん、なので、もうね、買った以上はやらなきゃいけないだろうし、ね。いや、めちゃくちゃ楽しみだな。いや、今後ともちょっといろんな人のリボン見てみたい。ぜひ、順風メンバーとかでもやってほしいけどね。なんか男女とかでもね、今なら全然いけそうですけどね。なんか、パターンとしてね。そうね。うん、いや良かったです本当に、ありがとうございます。いや良かったね、まあいいね、お互いに公演があって、うん、お互いちゃんと見てるって、うん、仲良しだね仲良しのおじさんがお送りしましたということで、はいはい、いかがでしたでしょうか。というわけで今週はこの辺ですかね、はい、うん、はい、それではまた来週、はい、さようなら、さようなら。渚橋美智と平野健介のワイド本気です。